お蕎麦美味しいよね。すごいコシがあって。コシがあってさらっと入って、あ、蕎麦美味しい。ワンズタイムではワンコと楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズと長野車中泊ぶらり旅、自然豊かな長野を巡ります。紅葉が始まった蓼科大滝を散策、ワンズと一緒にマイナスイオンを浴びました。そしてグルメは信州そばにした鼓。今回ワンズタイム車中泊の旅は、自然豊かな観光地長野県南部をぶらり、ワンコと一緒に楽しめるスポットもたくさんあります。前回紅葉が始まった駒ヶ根高原にある駒ヶ池を散策、その美しさに感動しました。そして念願のソースヒレカツ丼弁当をゲット、その美味しさに大満足でした。はい、ということで次の目的地大滝の方に今向かってます。今ね向かってるんですけど、もう紅葉が素敵で、やはりこの紅葉シーズンってこうドライブしててもすごく気持ちいいですよね。コントラストがこの黄色と緑と赤でね織り交ぜながら、秋のシーズンはこう観光シーズンというかね、もう雪降ってきちゃうとね、こう山沿いの道っていうのはなかなか通れないんで。昨日もね駒ヶ池行って、いやーほんと素敵でしたよね。本当に池の周りちょっとね歩いただけなんですけど、景色がねやはり素敵ですよね。池を通したこう山々とか、はい、昨日もねドライブ中に夕焼けとかね、いろいろ景色も楽しめたんで、今日もね景色を楽しみながらね行きたいと思います。やはり犬連れで旅行するときね、やっぱ景色を楽しむって大事ですよね。アクティブなものに関してはなかなか犬連れなんでね、受け入れが難しいところもあるので、犬連れで景色を楽しみながらね観光するっていうのもね本当いいですよね。はい、ということで大滝に到着しました。では行ってみましょう。いやーすごいですよ、この青空とこの紅葉、あー素敵ですね。はい、じゃあ滝の方に散歩してみましょう。まあ駐車場まで来る道がねちょっと細かったので、そこ皆さん気をつけてください。では大滝の方にね行ってみたいと思います。大滝遊歩道ってとこね今あったので、ここ歩いていきます。音が聞こえてきますね。はい、水の流れすごく綺麗です。多分滝から流れてくるねあれですけど、すごく綺麗です。この音がいいよね、音が。うん。いいよ、進んで。足元悪いんで、はい、進んで。トレッキングシューズとかそういう方がいいと思います。結構ねアップダウンあります。はい、到着です。はい、あ、綺麗。到着しました。わ、綺麗です。絶景です。はい、また絶景いただきました。美しい滝をバックに写真を撮ってみました。
これすごいね、この下。これなんだこれ、この枝ぶりっていうか、この根っこぶり、すげえ。自然の造形美ってすごいな。なんだこれ、見てるだけでもすごいと思いますよね。紅葉も素晴らしかったので、ワンズと紅葉写真を撮ってみました。楽しかったですね。すごく景色良かったです。滝まで行くのにね、険しい道があるので、ちゃんとした靴をね履いていかないとダメだと思います。次に向かうのは蕎麦どころ田村ということでね、この蕎麦街道と言われるぐらいね、この蕎麦がねこの辺有名みたいで、なので、蕎麦を食べに行きたいと思います。ペットとね一緒に行けるところみたいなので、ちょっとねそこに今目指して行ってます。先ほどの大滝から車で5分6分ぐらいですかね。いやー、ほんとこのヴィーナスライン今ね通ってるんですけど、すごく綺麗ですよね。本当にザ紅葉、1年でねほんと一瞬こういう時期があるので、こういう時期を逃さずね旅したいですよね。ワンズとカートで一緒に行きましょう。蕎麦屋さんでね、やはり一緒にご飯が食べれるのいいですね。行きましょう。はい、蕎麦どころ田村ですね。すごいなんかいい字が書いてありますね。で、横からテラス入れるので、いやこういう時期はね逆にテラス席いいよね。すごくね外も綺麗です。はい、そば屋だよ、そば屋だよ。はい、到着です。いいですね、ちょっと紅葉を眺めるからそば最高です。はい、ということで天ざるそばのセットですね。美味しそう。そして久美さんはざるそばセットです。まあ、天ぷらを分け分けしてね食べようかなと思ってます。いや、お蕎麦いいね。信州蕎麦ですよ。信州いいわ、うん、はい、長野。おいしい。おいしい、うん、どんな感じ蕎麦は。ちょるんちょるん、なんだろう、コシがあって、おいいね蕎麦ね、うん、やっぱ 水がきれいなとこってお蕎麦もおいしいよね。おいしい。お蕎麦おいしいね、うん、よかったね、はい、お蕎麦おいしいよね。すごいコシがあって、コシがあってさらっと入って、あ、蕎麦おいしい、うん、やはりね一番人気は天ざる蕎麦セットみたいですね。でセットにはミニきのこご飯がついてるという、うん、はい、このきのこご飯がちょっとね気になっちゃったんだ、うん、ね、きのこご飯ついてます。でセットには全部このきのこご飯がついてるみたいですね。きのこご飯おいしい。あ、そうだよね、きのこはね、やっぱ秋はこういうきのこご飯とか食べてもいいよね、うん、うん、秋を感じるよね。あ、おいしい、秋の味覚、うん、うん、ということで天ぷらいきます。朝取りのね野菜がたくさんありますね。何かね、こうかな、エビじゃないの、わかんない、クメはね絵の気に洗ってる。では、じゃあエビいきます。エビ、はい、天ぷらです。いただきます。なんか顔が暗いけど大丈夫かな。うん、うん、おいしい、揚げたてだよね、当たり前だけど、うん、おいしい、うん、サクサク、サクサク、うん、うまい。はい、ししとういきます。
大きなししとうだね、うん、でかっ、うん、ピリッとくる、うわっ、そんなに、うん、ピリッとくる、あ、すごい匂いする、これししとうの匂いがすごいする、ししとう食べてみる、うん、ちょっと食べてみたい、いや、これししとうすげえわ、クミさんもししとう食べてます、あ、うん、ピリッとくる、ピリッとくるでしょ、うん、ししとうね、うん、えのき、えのきの天ぷら、これね、ちょっとね、狙ってた、はい、えのきです、うん、見て、サクサク、サクサクだね、うん、美味しい、美味しい、やっぱなんかいいね、こうやってね、天ぷらも本当美味しい、やっぱりそばに天ぷらって合いますよね、うん、で、ご飯も美味しいし、ご飯も美味しい、そばも美味しいし、いいね、うん、完璧だね、うん、うん、ご飯が美味しいね、和食っていいね、なんで日本の日本人で、いや、日本人で良かったと思いますよ、こういうね、そばもね、食べれて、でね、ご飯が美味しいの、うん、うまい、なんだこれ、笑顔になる、何この美味しさ、何これ、キノコがな、美味しさが全部出てるのこれ、うん、あべ何したのこぼしたの全部落ちたやめて、大変でも一生懸命食べて、うん、めちゃくちゃうまい、そばもご飯も天ぷらも全部うまい、そして野沢菜も食べて、ご当地制覇みたいな、今日のランチ最高です、やっぱ長野ね、やっぱ一食はそば食べなきゃダメだね、食べれなかったからね、この間ね、ほんとそば美味しいです、いかがでしたでしょうか、立科大滝、紅葉と相まって素晴らしかったです、写真もたくさん撮れました、信州そば、天ぷら、炊き込みご飯、美味しかったです、そば美味しい、うん、次回は立科大滝散策、絶品ソフトに感動、そして道の駅信州津滝宿で車中泊、お楽しみに、励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。